朝なんかなんだろうな、今の状態があんまり良くない、まあ、精神状態が悪かったり、このままでいいんだろうかって悩んでたり、まあハッピーじゃない状態の時、ハッピーじゃない状態の時に絶対大丈夫、うまくいくからと思うってマジ難しくない難しいんだけど、無理やり思って大丈夫だよ、マジ大丈夫だからって。そういう時ほど超難しいじゃん。そういう時ほど大丈夫と思うって決めといた方がいいと思う。絶対大丈夫になるから、うん、難しいんだよ。だからこのままダメになっちゃうかもしれないって思う方が簡単じゃん、そういう時って。落ち込んでんだから。だけどそれでも、いや絶対大丈夫、また上がっていくからって、必ずうまくいくから大丈夫って、その難しい方を選ぶんだよ。うん、難しい方を選んで、こんなことができる自分はすごいなと思えばいいんだ。だ何も根拠ないじゃん、なんかアンハッピーな時に、不幸な時に大丈夫と思う理由とか思いつかないじゃん、まず。でもそこでこそね、根拠のない自信を持つっていうのは、で、すげえな、俺何にも根拠ねえのに大丈夫と思ってるわってそう考えると面白くなってくるんだけど、ね、そうそう、だから調子悪い時にそのムードに従って考え事したら、いや絶対うまくいかないって思っちゃうじゃん。だからそこは抗うんだよね、いや大丈夫だからって。